1916年のワールドシリーズにて、トム・コナリーはメジャーリーグの審判。1953年に審判の分野でビル・クレムと共に初めてアメリカ野球伝道入りを果たした。イギリスのマンチェスター生まれ。1885年のアメリカ移住 YMCA で野球の審判をしていたところをスカウトされ、1898年からナショナルリーグの審判を務める。 しかし審判の最低に対するリーグのバックアップ体制の弱さに不満を持ち1900年半ばでナショナルリーグ辞職1901年に創設間もないアメリカンリーグと契約するこれはリーグの初代会長だったバン・ジョンソンがアリーグの評判を上げるための承知として審判の権限を大幅に広げたことに共感したためであるこの年の4月24日に彼は リーグ最初の試合を裁く栄誉を得る。以後31年にわたり、一度下した判定を覆さないという強い姿勢と、公正な審判を下す義務を全うすることを実践した。アニーに強硬な手段を取ることを好まなかったようで、創設間もない荒れた時期にもかかわらず、丸10年間一人の退場者も出さなかったことがある。1931年からリーグの審判部長職を務める。 これは、当時会長職に就任したばかりだったウィル・ハリッジが要請したもので、リーグ創設から時間が経過し、判定の質が徐々に低下してきていたことを、ハリッジが懸念しての承知だった。コナリーは80歳まで同職を務める。アメリカ野球伝堂入りを果たしたのは1953年、彼が82歳の時であった。1961年に、マサチューセッツ州、ネイティックで死去。 90歳、ありがとうございます。